ラッキー FM 春からの新番組はこちら。毎週月曜夜10時からは、今夜はラッキーナイト赤プルマンデー。今夜はラッキーナイト月曜日新パーソナリティは、茨城県常総市出身のお笑い芸人赤プル。アシスタントが毎月変わり、トークの方向性は予測不可能。東京ラッキースタジオから茨城の夜を賑やかに、そしてディープに盛り上げます。そして日曜日も変わります。朝9時30分からはティーンズ FM。 10代の若者の情報収集発信ツールにラジオという選択肢を。パーソナリティはラッキー FM アナウンサーの菊池舞と煙山優。ティーンズ FM 公式インスタグラムも活用しながら、若者にはラジオを肌で感じ知ってもらい、広い世代のリスナーには若者の今とリアルを届けていきます。朝10時からはラッキー FM K-POP サンデー。ラッキー FM から初の K-POP 専門番組が誕生。メインナビゲーターは水間由紀、音楽ライターの松本拓夫さんと日韓音楽コミュニケーターの柿木真帆さんとともに、 K-POP のヒットナンバーから現地の音楽事情まで幅広くお届けします。朝11時からはアイドルトゥーラッキーフェス。ラッキー FM が主催するラッキーフェスのメインステージを目指して、アイドルグループ4組がラジオ番組を通して競い合います。ラジオの反響や番組内の対決コーナー、番組関連動画の再生回数などの審査項目で順位を決定。ラジオ放送とリアルイベントのラッキーフェスを連動させて盛り上げます。この春からもラッキー FM でお楽しみください。